ターの着物を着ていきます。半襟はシスターシャトシヘルメ玉子コラボの浴衣の端で半襦袢をつけてから着物を着ていきます。もうすぐ桜の季節ですね。こちらポリエステルの桜の小紋です。通りは友の助帯ちゃんのものです。腰紐はフッキリちゃん手作りの腰紐、ミンゲで買うことができます。ホーリンベルトを締めて帯板をして着物 OK。 帯を締めていきます。帯も友の助ちゃんの半幅帯です。死者の日の柄がとっても可愛い。この日は三重紐を使ってパタパタ結びにします。まず1本目のゴムに大きく挟んで、下の部分を2本目のゴムに挟みます。最後に半分に折っていた手先を3本目のゴムに挟んで折り返したら完成。後ろに帯を回して整えていきます。最後に帯締めをして出来上がりです。シンプルな着物に草履と帯が引き立ってお気に入りとなりました。